どうも、しんごキッチンです。このチャンネルでは皆様と一緒に楽しく簡単に日本の家庭料理を作っていきたいと思います。さて、今日なんですけども、香港の外資市場に来てます。今日はここで食材を探して料理作っていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。どうぞ。今日なんですけど、まだ作るもの何も決めてないんで、歩きながらちょっと食材見ながら、決めていこうと思います。一通り買い物もできたんで、戻ってこれから料理作りたいと思います。では買い物から帰ってきました。今日ですね、魚が食べたかったんで、見えますかね、この糸寄り鯛買ってきました。今日はこの鯛を使ってアクアパッツァ作っていきたいと思います。鯛の下ごしらえからやっていきましょう。鯛についた鱗を落としていきます。買った時に軽く鱗を落として内臓を落としてくれたんですけど、まだまだついてるんで、この部分はできれば魚屋さんや買ったスーパーに頼んでやってもらえるようならやってもらいましょう。家でやるとね、鱗が飛んだりして大変なんで、もう頼めるところは頼んでいきましょう。で、料理する前にこういうふうにですね、包丁の先で魚の身についた鱗を落としていきます。包丁で軽くなでると落ちるんで、でこの部分は包丁のこの顎の部分を使ってカリカリ落としていきます。はい、反対も同じように、大体こういうヒレの近くですね、鱗が残りやすいんで注意してください。もうこういう血合いが残らないようにしっかり水洗いしていきます。はい、これで糸寄り鯛下準備完成です。アクアパッツァに欠かせない、はい、見えますかね、ハマグリです。で、ハマグリの砂抜きに関しては、前回ご紹介した動画をご覧ください。あんまりみじん切りにはせずに使っていきます。それと、ミニトマト、今日は細かくは切らずにヘタを落とすだけで使っていきます。それではアクアパッツァ作っていきます。まずはですね、鯛を軽く焼いていきます。オリーブオイルをちょっとだけ、ね、そこに鯛の頭がこっち向きになるようにですね、置いてちょっとの間焼いていきます。軽く焼き色がついてきたら、ひっくり返します。そうしましたらオリーブオイルをちょっと足して、ここにニンニクを入れていきます。
ニンニクのいい香りがしてきたら、そこにトマト。と、甘栗入れていきます。たっぷり入れます。そうしたら、白ワイン、酢を少々、塩これで蒸し焼きにしていきます。だいたい5分から10分ぐらいですね。火加減は中火ぐらいでかけてあげてください。蒸し焼きにして貝の口が開いてきたら、一度貝は取り出してあげてください。あんまりずっと入れておくとどんどん身が固くなっちゃうんで、大体このぐらいですね。開いてきたら取り出してください。で、貝を取り出したら、残った貝とトマトを煮詰めていきます。いいですね。美味しそう。いい匂いがしてます。で、スープを味見してみて、もしちょっと塩気が足りなかったりしたら、ちょっとだけ塩加えて調節してください。美味しい。さてこのぐらいですね、スープが半分ぐらいになってきたら、タイお皿に盛りましょう。で、この時お魚結構崩れやすくなるんで気をつけてください。だいぶいい色になってきましたね、スープが。うまい。さあ、盛り付けていきましょう。それではアクアパッツァ完成です。最初予定してたよりだいぶ豪華になりました。さあ早速食べてみましょう。うまい。ごちそうさまでした。完食です。さあ、今日見ていただいたような外資、他にも、香港紹介したいとこいっぱいありますんで、そういうのも後々動画にしていければと思います。で、気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価の方お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。